はい。どうもこんにちは。福田です、えー。今日はですね、インターネット株ブルサンバイ ETF のウェブルの特徴を徹底検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですが、この商品って実際のところどうなのみたいな疑問について答えるデータ検証動画を日々作っておりまして、実際のデータ見ることで、えー、この商品はこういう前提で投資した方がいいとか、 上層相場や下落相場ではこうなる可能性が高いとかがより明確にイメージできた上で安心して投資できるようになると思いますのでえよろしければ最後まで見ていってください。 はい。では、基礎データから上がっていきましょう。今回取り上げるのが、アメリカのインターネット株の日々の値動きの3倍の値動きをする ETF である Web ルになります。で、今回動画で見ていくものなんですが、まずですね、銘柄単体での過去のパフォーマンスを検証していって、で、その後にマーケット全体を表すベンチマーク、これのパフォーマンスとの比較をしていきます。検証期間は2019年の11月7日から、 2022年の11月30日までとさせていただきます。で、ベンチマークは、ナスダック100のインデックスファンドの999と、インターネット株のインデックスファンドの FDN、この2つを用います。で、えーえー、見ていくリターンの種類は、配当を再投資せずに受け取った場合のリターンの、配当受け取りのリターンで見ていきます。 はい。では結論から言います。前提なんですけれども、これは基本的にアメリカ株というか、ハイテク株ですね。これに対して強気っていうふなスタンスになると思います。で、上昇相場では、概ねベンチマークよりリターンが高かったんですが、下落相場ではベンチマークより一貫してリターンが低かったです。で、ここから見ていくデータなんですけれども、注意点を指さ,されまして、ここから見ていくパフォーマンス内視やデータの再現性は保証されていないということと、 あと、検証期間を変更するとパフォーマンスが違ってくるかもしれない。この2点をご留意ください。では、ここからデータを見ていきたいと思います。 はい。では早速やっていきましょう。まずは単体での検証ですね。で、ここから見ていく用語なんですけれども、これですね、用語の解説が動画の概要欄に書いてありますので、そちらも必要な方は見ていただければと思います。で、とりあえずサンプル数なんですけれども、これ見る限りはですね、基本的に単日のサンプルでも771個しかないので、結構ですね、サンプルは少なめって形で、で、ここのですね、2.5年とか3年とかのサンプルが、それぞれ140の後、22しかないので、 まあそれなので、基本的に、ここのところのですね、比較的中長期のデータに関しては、まあそんなにですね、信憑性はないっていうふうな、そういったことを頭の片隅に入れといていただければと思います。 じゃあ、まずですね、上昇確率と下落確率見ていくんですが、まあこれ見るとですね、なんとなく5割前後になっているんですが、ただ2.5年以降は下落確率100%になっているので、2.5年,年以上投資した人っていうのは全員損したっていうふうな、そんな形になっていたみたいです。で、平均リターン見ていくんですが、まあこれですね、この1.5年まではギューンと増えていて、 なんならば1年のリターンは平均して38.88なので、まあ、運用自体は極めて好調だったわけなんですが、ただ2年から3年、これに関して言うととんでもないことになっていて、2年間の平均リターンが2.63と、どこのですね、コマーシャルペーパーなんだみたいな、そんな形になってまして、で、2.5年と3年に関してはひどいことになってますね。2.5年だと平均して100万としたらば、その100万が43万になってましたよと。 で、3年投資していたらば、100万円が30万円に平均してなってましたよっていうふうな。 え、そんな形なので、え、それなので、え、1年間のリターン自体は、ま、パフォーマンス良かったんですが、え、ただですね、ま、サンプルが少ないとはいえ、え、比較的、え、中長期の、え、運用に関しては、そんなにうまくいってなかったってことがわかります。で、え、平均配当利回り見ていくんですが、平均配当利回りは、え、意外とあるなっていうふうな、え、そんな形ですね。え、1年で、え、1.97なので、ま、えっと、SPY とか、え、そこら辺のインデックスファンドと同じぐらいの平均配当利回りが、ま、レバレッジファンドながら意外とあるなっていうふうな、え、そんな形になると、 思いますで、えっと、平均リターンのうちに占めるキャピタルとインカムの、えっと、原因の割合なんですけども、まあこんな感じで結構まばらなんですが、まあ、ただ、えぇ、ー、大の期間においてですね、まあ結構、えっと、キャピタルゲインの方が、えっと、インカムゲインよりも、えー、その、え寄与度は大きいってことがわかると思います。 でえー、とリスクを見ていくんですが、まあ、これ単体で見てもよく分からないんですが、まあ、とりあえず、えー、ここの1年のところを見るとの、119.47まあ、めちゃくちゃリスク高いなってことを覚えておいていただければと思います。まあ、これ、後で比較で見ていくので、そこで理解できます。 で、シャープレッシオも同様に、単体で見てもよくわかんなくって、比較で見て、見て初めて見味がわかるっていうような形なので、まあ、こんな感じだったんだな、みたいなことで見ておいていただければと思います。で、一番運が良かった人のリターンの最大リターン見ていくんですが、これ見るとですね、1.5年までは最大リターンが右肩で上がってるんですが、ただ平均リターンと同様に、2年以降はですね、ここが下がっていて、で、これ3年なんかだとすごい広くて、これ一番運が良かったとしても、 このウェブルに100万投資したらば、それが3年後に35万円になっちゃってましたよっていうふうな、そんな形になっているので、まあそれなので、比較的短期では運用自体は好調だったんだけれども、ただ、中長期になってくると、まあここはダメでしたよっていうふうな、そういったことが再確認できると思います。 で、最小リターン見ていくんですが、まあこれは三単単のものになってまして、1日単位でも27万円損していて、で、これ1ヶ月以上になってくるとですね、まあ資産のほとんど全てを失うみたいな、そんな形になっているので、まあそれなので、とりあえずこれ最小リターンなんで、 ま、これにぶち当たるかどうかはよくわかんないんですけども、え、とりあえず一番運が悪かった人っていうのは、え、1ヶ月でも資産をですね、半分以上失ってたっていうふうな、え、そういったことがあったんだなってことを覚えておいていただければと思います。え、とりあえず、え、これが単体での検証でした。では、え、お次にですね、えと、比較でやっていきましょう。え、まずはですね、え、ハイテク株のインデックスファンドの999ですね、え、こいつと比べていきます。で、え、平均リターンからやっていきましょう。え、それでですね、え、見ていく限りでは、 えー、これ、ちょっとまばらな感じではあるんですけども、なんとなくですね、こ、えー、この1年間、ま、えっ、ー、と、1.5、えー、年までの期間においては、 このウェブルの方がリターン高いんですが、ただですね、2年以降に関しては999がプラスのリターンなのに対してウェブルはですね、2年はスズメの涙程度のプラスのリターンで、2.5年以降に関しては思いっきりマイナスのリターンに突っ込んでいたというふうな形みたいです。で、お次に平均の配当利回りり見ていくんですが、これはウェブルの方が基本的には高かったみたいです。で、リスクの大きさ見ていくんですが、これも基本的にウェブルの方がリスクは高かったみたいです。 で、シャープレシオを見ていくんですが、まあ、これもですね、なんとなく見づらいんです。見づらくは見づらいんですけれども、とりあえず見る限りでは、まあ、シャープレシオ自体は、ウェブルはですね、まあ、999と比べて低か,った低かったってことがわかるんじゃないかなと思います。で、相関係数を見ていくと、基本的に強い純相関なので、なので、999との連動性は非常に高いってことがわかると思います。 で、ディスクバリスはこんな感じで、まあ、いかに Web が999に対してディスク取ってたのかってことはわかると思います。 で、ベータ値こんな感じで、基本的に感能度はむちゃくちゃ高いっていう風な形ですね。で、えっと、ベータとアルファなんですけれども、まあ、基本的にアルファがマイナスを突っ込んでるので、まあ、それなので、えっと、ウェブルのリターンがプラスだったタームですね。え、それに関して言うと、基本的に、え、999がリターンがプラスだったから、というか、ハイテク株市場が好調だったから、え、リターンがプラスなのであって、え、むしろ、え、アルファによって、マイナスのリターンで、えっと、足引っ張っちゃってましたよっていう風な、え、そんな形になるんじゃないかと思います。 特にですね、ここの2.5年と3年なんかだと、ベータによるリターンではプラスのリターンになってるんだけども、ただアルファのリターンがむちゃくちゃなマイナスになっているので、これが寄与してですね、平均リターンがマイナスに突っ込んでいったってことがわかると思います。で、一応ですね、構成比率はこんな感じになっております。で、ベータとアルファはですね、あくまで理論値なので、じゃ実際にこの999が上昇した時と、ベラクした時にどうだったのか、こいつを見ていきます。 まずですね、えっと、救急救が上昇した時なんですけれども、これですね、1.5年まではですね、この救急9が上昇した幅よりも、さらに多くの上昇幅を記録していたことがわかるんですが、ただ、それ以降の期間に関しては、救急9が上昇する中で、このウェブルっていうのは、それよりも少ない上昇幅、ないしはマイナスのリターンになっていたってことがわかります。 で、お次に、ベンチマーク下落時の平均リターンを見ていくんですが、まあ、これは一貫してですね、999が下落した時には、このウェブルっていうのは、まあ、それよりも、はるかに大きな下落幅を記録してあったことがわかると思います。とりあえず、これが999との比較でした。では、お次に、インターネット株のインデックスフォンドである FDN ですね、こいつと比較をしていきます。平均リターンから見ていくんですが、まあ、ここのですね、1.5年までは FDN のリターンよりもウェブルの方が高いんですが、 ただ、2年以降は FDN のリターンよりもウェブルが低い。というか、ここのですね、2.5年と3年に関しては、そもそもインターネット株自体が不調で、で、ウェブルは、えー、と多分負の膨利効果が働いて、もっと不調になっていたっていうふうな、そういったことになっていたみたいです。で、平均配当利回りなんですが、この2019年から2022年の間っていうのは、この FDN はですね、配当を基本的に出していなかったみたいです。 で、えっと、リスクの大きさを見ていくんですが、まあ、これ基本的に w e b ル l の方が FDN よりもリスクは高かったところがわかります。で、えっと、シャープレシオはこんな感じなんですけれども、まあ、めちゃくちゃ見づらいんですけれども、基本的にはこの w e b は l っは FDN と比べてシャープレシオは低かったってことがわかります。 で、えっと、相関係数こんな感じで、まあさっきの999よりも、えー、強い純相関ってなってるので、まあそれなので、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、999との、えー、連動性も十分強いんですが、まあそもそもの、えー、連動元となる FDN。えーと これとの連動性が、この2つで比べた場合には、もっと強いっていうふうな、そういったことがわかります。で、ディスク倍率こんな感じで基本的に高くて、で、ベータがこんな感じで、感能度はめっちゃ高くって、で、ベータとアルファのリターンはこんな感じになっておりまして、この FDN をベンチマークとした場合にはですね、ここの6ヶ月から1.5年に関しては、なぜかよくわかんないですが、アルファが出ていて、 出ているんですけれども、ただ、他の機関においてはですね、まあ基本的には、えっと、アルファがマイナスに突っ込んでいるので、まあそれなので、まあこれは本当によくわかんないんですけれども、えっと、ここの、えっと、FDN をベンチマークとした場合においてはですね、基本的には、ここの Web っていうのは、まあアルファはマイナスに突っ込んでいたっていうふうな。 そういったことで認識しておいていただければと思います。で、えっと、ベートとアルファの構成比率がですね、まあこんな感じになっております。で、えっと、ベンチマークが上昇した時と下落した時にどうだったのかって話なんですけれども、これですね、基本的には、えっと、 FDN が上昇すればですね、このウェブルはそれよりも大きな上昇幅を記録していたってことがわかるんですが、ただこの2.5年に関して言うと、このですね、FDN が上昇する中で逆にこのウェブルっていうのは負の膨利効果が働いて大幅に下落していたってことがわかると思います。 じゃあ、逆に、下落したときはどうだったのかっていうと、まあ、これは一貫して、FDN が下落したときには、ウェブルはそれよりもはるかに大きな下落幅を記録したってことがわかるんじゃないかなと思います。とりあえず、これが FDN との比較で、で、これで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。こんな感じでやっておりまして、リクエスト、質問、感想をお待ちしておりますので、よろしければコメント欄に書いてください。で、あとですね、これはですね、今後の励みになりますので、もしこの動画面白いなとか、役に立ったなとか思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。はい。というわけで今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。